ちは、画家の長沼圭です。今日はのスペシャルエキシビジョンオンラインの第3作目を紹介したいと思います。第3作目はカバの作品になります。こちらは水浴びというタイトルの作品になります。こちら の作品は最初に額縁を選んで、そこからこうイメージしたして出てきた絵を描いた作品になります。安らぎをテーマに描いた作品になります。中央に水浴びしているカバを描いています。こう目を閉じて味わってるみたいに入力している、カバを描きたくて描いた作品になります。知ってる方は知ってると思いますが、カバは非常に縄張り意識が強くて結構凶暴な側面もあります。私は動物をこうモチーフにして描いておりますが、動物そのままを描いてるっていうよりも、動物の自由さを通して人間も自由に自分らしく生きていけますように、そんな願いを込めて描いております。背景なんですけども、金箔を使っておりまして、こう幸せで輝きに満ちた瞬間を金箔で表現しております。はい、今日は水浴びという作品をご紹介いたしました。こちらの作品は福福堂さんの特設ページにありますので、ぜひお買い求めください。こちらの動画の概要欄にリンクを貼っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。